はい、皆さんこんにちは、こんばんは。バックチャンネルのバックです。はい、ということで昨日ですね、動画にしました、ブックオフで1480円で購入したセガサターンなんですけど、これの動作確認とこの謎のカセットの動作確認を今からしてみたいと思います。はい、これが多分、パワーメモリと拡張ラムの機能があると思うので、ちょっと対応ソフトで確認してみたいと思います。まずは起動ですね。よいしょ、これで電源が入るかですね。電源オンしてみます。はい、電源スイッチをオン。とりあえず来ましたね。はい、ということでとりあえず時計設定をしてみましょう。ちょっとコントローラーの接触が悪いので差し直してもう一度やってみます。起動は OK ですね。はい、いろいろ拡張ラム対応のソフトと、それと普通のソフトがあるので、まず普通のソフトから試してみます。まず読むか、普通のソフトを読むかどうかですよね。あ、やばい、なんかキュルキュル言ってる。あ、なんかちょっと怪しい音がしてるんですが、一応 S マークが出ましたんでスタート。ちょっと読み込みが苦しいような音をしてます。一応読み込みましたね。OK ですね。ちょっと読み込みが悪いような感じですね。ピックアップが汚れてるか悪いのか、どちらかでしょうね。とりあえずなんとか読み込みましたね。で、あとはメモリーのチェックですね。ちょうどここの上に保存データ画面があるので、ここでボタンを押します。カートリッジ来ましたね。はい、まず本体が、これがセガサターン本体のメモリーですね。はい、今バーチャファイター2を起動したので入ってます。で、次ですね、下ですね。これが今回購入したこいつのやつですね。はい、いっぱい入ってますね。デカスリート、電車でゴー、デッドアライブ、FS 作る、あとこれは YYYY っていうのはよくパワーメモリにあるデータの故障、ゴミデータですね。これはね、使用量が1なのでゴミデータですね。はい、で正常に動くか、カートリッジにコピーしてみましょうか。で、これをカートリッジにコピーしてみます。で、カートリッジを見てみます。バーチャファイターのがここに来ましたね。180。はい、はい、パワーメモリーとしては使えました。はい、で次ですね、次は拡張ラムとして使えるかどうかですよね。はい、で拡張ラム対応が、これがこの2つは読めが対応だと思うので、これを後にして、でこっちですね、普通の拡張ラム
カートリッジ太陽のゲームが動くかですよね。はい、これをちょっと入れてみます。 KOF96 ですね。はい、で電源をオフにしてここのスイッチをラムにします。で電源オン、さて拡張ラムとしては機能するのでしょうか。うん、来ましたね。ちょうどこれってね、 KOF96 で拡張ラムを使わないと遊べないので、はい、このリアルバウトもね。大丈夫そうですね。SNK のソフトがだいたい拡張ラム対応ですね。あとカプコンと。サイコソルジャー。アテナの最高ソルジャーがかかってますね。歌ね。OK ですね。はい。はい。普通の拡張ラムとしても動きました。はい。で、あとは4メガが動くかどうかですよね。4メガ動いてほしいですよね。このカプコンのヴァンパイアセイバーと X-Men vs ストリートファイターは4メガ対応だと思うんですよね。ここにも書いてますね。拡張ラム。拡張ラム4メガ対応、4メガでプレイします。でこれが動いたら動作確認 OK ですね。はい、セットしてオン。あれ、時計設定になりましたね。さて4メガ動くのでしょうか。OK ですね。ちょっとプレイしてみましょう。お得ですよね。パワーメモリーと拡張ラム使えるってね、すごい便利なカセットです。はい、買ってよかったですね。うん、起動はちょっと遅いですかね。これは本体の問題かな。これは本体の問題なんでしょうか。
とダメですね。もう一度やり直してみましょうか。ちょっとね、ドライブがね、変な音してるんですよ。読み込みがちょっと悪いですね、セガサタン側の。でも拡張ラムとしては OK だと思います。認識してるんでね。こっから起動しないんですよね。セガサターン本体の問題だと思うんですけど、ダメですね。セガサターン本体側の問題でしょうか。ちょっとヴァンパイアセイバー、これも読めが対応なんで、これでちょっと試してみましょうか。ちょうどね、この辺のドライブが、ピックアップがうなってるんですよ。カートリッジとしては認識しているので、あ、拡張ラムカートに読めが正しく差し込まれていません。ダメですね。ちょっと差し直してみましょうか。もう一回オン。してるのかな、カセット。読めが対応じゃないのかな、これ。ちょっと読めがとしてはちょっと使えないかもしれないですね、これね。もう一回ちょっと X 面入れてみましょうか。ヨメガ対応じゃないのかもしれないですね、これね。それか故障してるか。ダメですね、これね。ちょっと純正の読めがメモリーちょっと持ってきますね。はい、普通の拡張ラムカートリッジはこちらですね、 HSS0150 で、拡張ラムカートリッジ読めががこれですね。はい、 HSS0167。 まずこっち挿してみましょうかね。どういう動作、どこで止まるかちょっと確認してみます。ね、これね、すぐ出るんですよ、普通の拡張ラムの場合はね。で、
今回買ったやつはオープニングまで行くと思うんですよ。あ、ダメか。拡張ラム読めが対応じゃないのかな、これね。ね、これね、これね、拡張ラム読めが対応じゃない、普通の拡張ラム対応かもしれないですね。そしたらあんまり美味しくないですね。普通のこれ入れてみましょう。カセットの認識の問題ですかね。セガサターンのカセットコネクタって接触がすごく悪いんですよね。ちょっと綿棒で、清掃してみます、端子を。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。綿棒でちょっと端子を清掃してみました。普通に動くはずなんですけどね。ん？どういうこと？どういうこと？あ、来た。ね。このカセットでも、さっきこの画面出ましたよね。じゃあ嫁が対応じゃないですかね。で、ここで、あ、読みましたね。やっぱり純正は普通に動きましたね。もう一回これ端子ちょっと清掃してみましょうか。はい、もう一回端子をアルコール清掃して、カセットをガチャガチャ何度か差し直してみました。これで読めばいいんですけどね。で、ここでメッセージが出ないっていうことは認識してるってことなんですよね、読めがを。で、ここでタイトルが出れば読めが対応なんですよね。ここで止まったんですよね、さっきはずっと。なぜですか。ここで止まるんですけど、嫁が対応のはずなのに。やっぱり純正じゃないからダメなんですかね。ちょっとヴァンパイアセイバー入れてみましょうか、もう一回。あ、ディスクちょっと傷っぽいですね。このせいかもしれないですね。ちょっとディスク清掃してみます。はいはい、ディスク清掃してみたんで、もう一回テストしてみます。一応嫁側は認識してるはずなんですよ。ダメだったらここでメッセージが出るので。
ここの次ですよね。ここでスタートを押して動くかですね。なぜなぜかダメですね。ちょっとヴァンパイアセーバー入れてみますね。ダメですね。何なんですかねこれ。なんかやっぱり純正じゃないパチモンなんで、やっぱりパチモンはダメですかね。あ、ダメやわ。ダメでした。はい。ヨメガとしては使えないです、これ。ね。はい。はい、ということで、ブックオフで購入したセガサターンなんですが、一応 CD は読み込みちょっと悪いような感じの音はしとるんですが、一応動作はしています。はい。1500円ね。で、これなんですけど、これ目当てに買ったんですけど、普通のパワーメモリとしては使えます。で、拡張ラムアダプタとしては、ノーマルの拡張アダプタ、拡張ラム。これの代わりとしては使えるようなんですが、ヨメガとしては機能しなかったです。はい。ということで、そんなに、価値はないと思います。だいたい1500円か2000円ぐらいのもんでしょうね、これだけで。はい。はい、ということで、ちょっと分解してみようかな。ちょっと分解するかどうかはわからないんですが、とりあえずここで終わります。はい。これ目当てに買った、謎のカートリッジ目当てに買ったんですが、一応普通のパワーメモリと普通の拡張ラムとして使えるっていうだけの、カートリッジでした。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバイぴょん。はい、おまけ動画です。ここのネジを2つ外して開けてみました、強引に。はい。こんな感じですね。これが基板裏で、で、基板の表が、こんな感じですね。はい。はい。これが、非純正のパワーメモリーと拡張ラムヨメガの、はい、基板です。はい。ね、ヨメガ対応してるかどうか、これではわからないんですかね。ね、これが2メガで、ヨメガあるのかな？ちょっとよくわからないですね。はい。ちょっとよくわからないんで、これは、組み直します。